トキカは、長江に属するとが、アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、サントメプリンシペ、日本最大種は、鬼時で、全長105センチメートル。くちばしは、下方へ湾曲し、ヘラサギ族ではさらに先端が、ヘラ状に幅広い。講師や後は発達し、泥や浅瀬を移動するのに適している。成長は、 顔内視統計部の一部の皮膚が露出している種が、ほとんどである。死ゆはほぼ同色で、オスの方がメスよりもやや大きい。かつては、甲の取り目に入れられていたが、近年、ペリカン目に移された。トキアカとヘラサギアカの2アカに分けられる。トキアカ、スロースキオルニチニーヘラサギアカ、プラタライニーコショウの水辺や湿地、サバンナなどに生息する。中高生で、 多くの種で大規模な群れを形成し生活する。飛翔時には頸部を前方へ伸ばす。食生は動物食、または雑食で、昆虫類、甲殻類、貝類、魚類、両生類、動物の死骸、果実などを食べる。触覚が発達し水中や泥中にくちばしを差し入れたり、地中を掘り起こして、くちばしに触れた獲物を瞬時に捕食する。繁殖形態は卵生。 岩棚や樹上に木の枝などを組み合わせた巣を作り、卵を産む、雌雄ともに育成を行う、開発による生息地の破壊、農薬の使用、狩猟や害鳥としての駆除などにより、生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。